私元 CA ですけれども、海外の同僚、なんでこんな値段でこんなクオリティのものが生み出せるんだと度肝抜かれてました。キャリーケースの取っ手のとこにパンって入れれるんで、荷物が1個減った気分になるんですよ。これは 80ml なんで飛行機にも持ち込めるんですよ。ということでですね、ということでどういうことでですかと問われてると思いますけれども、早速カバンの方をね紹介していきたいと思います。このカバンはですね、お仕事に行くときに必ず持ち歩いているものでございまして、結構パンパンに入ってます。まず絶対に2リットル飲んでほしい。みんなに必ず水分はしっかり取りましょう。冬の今の寒い時期取れてますか。これのおすすめポイントはですね、1リットル、これを飲み干してもう一度入れれば2リットル、これ簡単に計算できる、そういうシステムになっておりますので、これでまずねしっかりと水分補給してください。まあ、やっぱりお水飲みましたから、次はもうリンゴです。リンゴ1日1個、医者いらず、よう言うたもんです。ほんまにせっかくお家に美味しいリンゴがあるなら剥いてちょっと塩水につけてやったら変色しません。わかりますか、そんなに変色してないんでね。はい、また食べ物来ました。で、私あのラジオのお仕事させていただいてるので、喉がねまあ乾燥するんですよこの時期。でマイクにね乗せる声ガラガラだったら皆さんにね本当に申し訳ないので、無龍角散の喉飴、これは必ずバッグに入ってます。で見ていただいたらわかるんですけども、全部食べ物類はここから出てきてます。ここは魔法のポケットと呼んでいます。なのでまだ出てくるんですね。これで最後です。でこれは私が本当にお菓子界で一番好きと言っても過言ではない、小腹が空いた時に一粒二粒食べると幸せな気持ちになるということでおやつ入っております。これがまあおやつゾーンですね。お仕事アイテムとしてはこのノート入っておりまして、ネタ帳ですかと、違います、ちょっとあんまり見せれないんですけどね、こういう感じでびっしり書いてまして、これはラジオのお仕事で実際にあの10代のリスナーと話す時に、まあ、どういうアドバイスができるだろうとかできただろうっていうフィードバックを書くようにしていて、なのでラジオがある日はこのカバンの中にこのメモ帳入れるようにしております。社会人たるものペンもね必須ですから、これを私はここにぶち込んでいるスタイルですね。まあ私のことをご存知の方もそうでない方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、結構 SNS とかでネタを上げておりまして、 YouTube とかやらせていただいてるんですけど、そういうネタを、まあ、素材のものをですねある程度自分で編集してますので、それに必要な、まあ、MacBook ですね、こちらもお仕事行くときは入れてます。めちゃくちゃ重くなるんですけど、急にマネージャーとかからこのアンケート答えてくださいとか、これ確認してくださいってなった時には携帯じゃ見づらい、だから、ね、このパソコンでやった方が効率がいいっていうので入れさせていただいてまして、それに付随してちゃんと充電類ですか、この辺をこのポーチに入れるようにしてるんですけれども、あ、ちゃんとしまってて偉いですねとスタッフの綺麗な女性の方々がおっしゃってくれました。すごく嬉しかった。でも全然そんなことないんです。ここにヘアピンがなぜか入っている、見えますか、ぶち込むスタイルでやらせてもらってます。なのであのこういうね細かいところは気にせずに、必要なものはしっかりとポーチに入れて運びやすいようにさせていただいておりますね。あってね、気づきました、やっぱ気づくんだな、これ人回り違います。私は確実にこのサイズを頼んだはずだったんですけれども違うなっていう、うん、でもわざわざこれを送り直して新しいものを買うというその手間はもうない、無理と思ってそのまま使ってます。これがねこれよりちっちゃかったら入りませんけれども、なんだったらここにリコーダー入ります。大は小を兼ねる、よく言いましたね。2ヶ月ぐらい前にカメラを買いまして、 YouTube 撮影用のこちら小型のやつを買いまして、まあいい、ここちっちゃいのがカメラなんで、自分で撮る時もすごい頑張って撮らなきゃっていう感じじゃないんですよ、自然な自分になれるんで。でこれを可愛いパイナップルのポーチに入れてます。これは私の大好きな2個上のいとこがハワイ旅行のお土産にくれまして、ここにこのカメラをぶち込んだり、あと付属のこういうマイクとかもね、ちょっと音が悪いなっていう外で撮るときはこういうのつけつつ入れてるんですけれども、やっぱりこの時と一緒で関係ないもの入れてます。生理用品、いつどんな時なるかわからない、一緒にいるお友達がどうしよう急に生理来ちゃったってなった時に、はい、でできるかできないかです。
これがやっぱね元 CA のおもてなしというところになると思うんでこれもあの生理用品の一つなんですけれども、ナプキンそこまでではないなって時にこれをピッとね貼り付けるというか三角の形になっててフィットしやすいようになってるんで、これ全部あの水に流すことできます。すごく便利なポーチと一緒にカメラと生理用品を入れております。これがまあ一応お仕事セットですね。メイクいっちゃうか。まず私がいつも入れているのはコスメデコルテのコンシーラーです。もうこれ以上のもの出会ったことない。これも見せるの恥ずかしいんですけど下の2色がほぼない、まあ、全部4色入ってて自分の、まあ、コンシールしたいところにですね自分でミックスして色をのせるわけですけれども、ちょっと気になるシミとかっていう大きいところがこの辺にあるんですけど、これを隠すのに、まあ、下2色が良かったんでたくさんねここがほじくられてますけど、全然この上の2色もとても使い勝手がいい。これに関してはちょっとハイライトみたいな使い方もするんで1個あったらもういいじゃんみたいな、もう7なん隠すやんみたいな感じなんで、これ皆さんまだ使ってない人本当に使ってほしい。もう今すぐ買いに行ってほしい。ただそのコンシーラーをしただけではやっぱりよれますので、ってなった時にデパコスの後にはやっぱドラコスです。キャンメイク、キャンメイクさん本当にありがとうございますと伝えたい。私元 CA ですけれども、海外の同僚なんでこんな値段でこんなクオリティのものが生み出せるんだと度肝抜かれてました。やっぱ海外のクルーが行きたがるところ、それは渋谷のクロッシングストリートね、あとはドンキホーテです。みんなドンキホーテに行って日本のコスメを買い漁ってたんで、特にキャンメイク本当にブラボーと言いたい。これを、まあ、このデコルテの後に指とかあと付属のパフでやったりしてますね。であとはベニですわ。最近出会った大当たり B アイドルツヤプルリップの05番無敵テラコッタです。私はイエローベースの秋なんですね。このねテラコッタ色がね本当に潤いもくれるし乾燥しないんですよ。こんだけ潤いあんのに発色がいい。こう塗ってでちょっと肌の血色悪いなってなったらこっからこうしてチークにもなるんで、これも私の中の3種の神器でございます。これがあったらもうメイク直しバッチリ完成するということになります。一応今日はね大きめのポーチにぶち込んできましたけど、いつもここの何でも入れと呼んでいるところにぶち込んでます。お財布最近あのもう全部これで ID 決済とかでやっちゃうんですけど、これは母が私の誕生日にくれた財布なんですけど、いっぱいこのカード直すところがこっちにもこっちにもあるし、ここにもちゃんとポッケがあるし、いかんせんたくさん入る。私と母が好きな色で赤とかこういうちょっとボールドの光沢になるのが好きだったんで、まあ、母がねちゃんと財布は人からもらった方が運気上がるよっていうことで私に送ってくれたのを今も大切に使わせてもらってます。これは日本タクシーさんタダでもらいます。タダでもらえるものはもらいます。1個ですか2個くれる時もあります。折り際にティッシュもう1個とかっていけますかね、鼻出てるんでって言ったら大阪のおっちゃんやったらくれる。ハンカチはこういうハンカチにしてますけど、夏場とかはもっと汗かくんでタオルハンカチ、アイロン当てなくてもいいん で吸収もいいからっていうので、まあ、冬場はハンカチ、夏場はハンカチタオルというふうに使い分けております。と実家に最近帰ってまして、最近読書してないなと、ちょっと本を読んで自分の新たな発見とかもしなあかんなということで、何回も昔読んでたんですけど改めて幸せになる勇気です。こちらねあの心理学のアドラー先生が書かれたあの本に基づいて、自己啓発っていうんですかね、自分の中でのなんか選択だったりとか過去との向き合い方とかっていうのを嫌われる勇気というブルーの本で書いてくださってるんですけど、それ読んだ後にこれを読みまして、入ってくる内容がまず青を読んでこれ言ってください。今は最初の37ページぐらいまでまた読み直してるんですけど、初見ですかっていうぐらいあの忘れてました。何回も読んでいい本は何回も読んでいいんです。そして今の自分はこういう考え方するか、こういう風に捉えられるんだっていうね、新たな発見を楽しんでいただきたいと思います。キーケースですね。はい、こちらはあの一緒にラジオをやっているジェネレーションズの小森隼人くんがですね、ココさんがいつもラジオ局に入る時の ID なんかって思ってたんでこれ使ってくださいって言ってめっちゃいいやつくれた。別に100円均一が悪いとかそういうことじゃないんですけど、37歳にもなってペラペラの使い古した100円均一のねあのカードケースを使ってたので、ちゃんとしましょうということだったんだと思います。まあ、これ基本的にこのラジオ局の ID と、あとはまあお家の鍵
まあ、こうやって入れて一番取り出しやすいところに直してるという感じになります。これ最後のアイテムです。エリクシールのツヤ玉のやつ、冬場乾燥しますね。これ化粧の上からでもいけるんですよ。よくもまあこの形に収めてくれましたと。これは 80ml なんで飛行機にも持ち込めるんですよ。皆さんね、春休みとかゴールデンウィークとか飛行機乗ってご旅行行かれる方、機内の乾燥舐めないでください。基本的に 10% 以下と言われておりますので、カピカピになります。私みたいに無敵な女はもう二度とこの人たちに会わないって分かってるんでパックするんですよ、機内で。でも多分ね、なかなかハードル高いんでという方は持ち歩いて機内を快適に過ごしてほしいということになりますので、 100ml 以下のものであれば機内持ち込めますので、ぜひちょっとお試しいただければなというふうに思います。こちらのカバンはケユーカさん、もうね、防水撥水だし、あとポケットいっぱいあるし、ここね、これがあることによってコロコロのキャリーケースの取っ手のとこにパンって入れれるんで、荷物が1個減った気分になるんですよ。これは本当に買ってよかったバッグだと思うんで、この色違いもね、2色展開とかされてたと思うんで、ぜひチェックしてみてください。すいません、ちょっと僭越ながらですね、私1月28日に初めての自伝エッセイを発売しまして、クレイジーココの夢へのフライト直行便という本を出させていただきました。初めての本なんですけれども、道で迷った時に自分がどうやって決断していたかとか、自分がどうやって夢であることを最短で叶えてきたとかっていうところをお話しさせてもらったりとか、大切な人とかのお写真とかも交えて読みやすい感じにしてますので、ぜひ機会があればお手に取っていただければなと思います。本日どうもありがとうございました。